深海人狼アマンガス。今日のアマンガスは待望の新マップでのアマンガス。2階建て構造の新マップに翻弄される我々をぜひご覧ください。どうぞ。じゃあ次行きまーす。お願いします。行ってみるべ。全体よろです。どうなるかなぁ。じゃあ下行ってみるか。俺上ばっかり向いてたからな。じゃあ下に来て。マオトワコピラノトシゾで上にいっぱいある。マオピラノトシゾ、マオピラトシパン、マオピラトシパン、マオピラトシパン。これ、あーこれむずいねんな。あーいた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 。あじゃあこうか。うん。ああ。なんだなんだこれ。ナイス。ナイス。ああ。ショットボタンね。あ、ガチボタンだ。この動きなんなん？ガチボタンだ。この動きなんなん？あ、これが経験者の動きやなこれ。経験者の。知らんなこれな。いやこれどうしたのこれ。経験者の。いやあの違うんですよ。2階に湧いたのがそのフジ君とヒゲさんしかいなかったから、もし今ヒゲさんが死んだらこれはもうフジ君に絞れちゃうなっていう。なんでもう詰めるの？初心者はそういうところまで会社想像わかんないんですよ。なんちゃってなんちゃって冗談かよ。なんちゃってなんちゃって。ああ勘違いなら仕方ないな。しゃあないしゃあない。そうしゃあないな。怖いなみんな。しゃあないしゃあない。いや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 、なんかスナさんが急にさ、あの経験者のね、まあ経験者の知識使ってね。怖いな。釣った方がいい、釣った方がいい。そうやな、そうやな。いや冗談でも。冗談でもそういうことを思い浮かぶっていうことがね、もう怪しいです。怖いです。なんちゃって、なんちゃってじゃない。冗談じゃない。これファンキーさんの意見。あ、言っとる。あ、危ない。雨とかっちゃった。すなちゃんお茶目なんだからもう。うちやろ入れた。これで釣られててもなんちゃって。いっぱいの人と一緒にいたい。いっぱいの人と一緒にいたい。砂間夫はめちゃくちゃおる。めちゃくちゃおる。本当にめちゃくちゃおる。本当にめちゃくちゃおる。あわやだ。ああやだし。よっしゃ。マオ？もう死にたくないよ。死にたくない。マオ。マシマシマシ。いやちょっとキャンサス聞いて話聞いた。あいつ。マオさん、マオさん。通報って聞かれへんかった。あ、そんなことない。あ、今俺、今俺直しました。今俺直しました。どこで？どこで？あ、エンジニア？嘘。エンジニアか。嘘。俺がエンジニアです。ええ。誰か死んだかな今の。ていうか、あなた。じゃもうもう使ったの？もう使ったの？あどこ行った？あでもこれ。マジか。はい、平野さん。これ結構。平野さんやりました。は？え？え？違う。そんな感じ？うん、違う違う。ごめんごめん。歳三さんが死んだから、あの恨みを持ってる平野さんかなっていう。ああ、そういうこと。確定かのようなあれかと思いました。思ったより同期から詰めるのは新しいけど、なんで同期から同期から詰める。いや、その…あのヒゲさんの思考回路が早すぎて俺らがそのボケについていけなかったのよ。IQ 高いからヒゲさんは。面騒いだから。面騒いだ。やめてやめて、本当にやめて。いやまあ、あのアリバイを、アリバイを説明させていただきますと、社長か？うん、会社からが。まあ一番黒いからね、今のところね。ね。ってなってんのか、ってなってんのか。いや、黒いよ。開始から、開始からね、フィルトレーションの方に、4人ぐらいでずっと固まっていてました。フィルトレーション、あそこね。うん。そうだね。フィルトレーション、フィルトレーション。怪しい。初めて怪しい。フィルトレーション。なるほど、フィルトレーションか。何や、何や、何や。フィルトレーション券で？フィルトレーション行ったな。あれやろ。一番フィルトレーションしようよ。フィルトレーションか。最近、最近人気のさ、最近人気のあのフィルトレーション券とか買いたくね。フィルトレーションじゃない。すまんねん。フィルトレーションや。あと1分しかないね。はい。俺も取れてたよ。あ、俺もフィルトレってた。フィルトレ
誰聞いたよ。え、フィルトレってフィルトレって、あ、俺フィルト、俺フィルトの方だよ。略し方でしょ。俺フィルト派だったな。フィルト派。え、課長、うん、フィルトレーションを見たの？え、お、見た見た。なんか土の子みたいな。土の子みたいな。もうフィルトレーションの季節だからね。誰が見たの？ブラノさん。あの30秒ちょうだい。30秒ちょうだい。はい、はい、じゃあ言うよ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 。言うよ。俺言うよ。俺エンジニアね。エンジニアマーク。エンジニアマーク。エンジニアマーク君で、マーク君で、マーク君の近くにいたのが俺とジフさんとトハポン。俺もおったよ。あ、俺もおったよ。俺もおったよ。これがフィルトレーション組だよ。フィルトレーション5人だよ。ありがとう、いいよ。じゃあファンキーや。ごめんね、邪魔して。いや、そうやな、もうファンキー。じゃあファンキーさん。いや、ヒゲさんか。これ、こういう釣り方で釣られるの、ゲーム実況者の中で一番多いからな。そうやねん。インポスター用だろ、このに。2票インポスター票だとしたら1票裏切り者がいいんだよ。フィルトネーションに変えれ。うっさい。フィルトネーション。アモングアスやれよ。新マップで興奮しちゃってね、みんな。ねえ。よいしょ。あれがドアか。で？あー、でこれな。むずないこれ。ええあ、止まった。一生治らんやん。あら、俺酸素マスク取らんとやばいやつ。待って。待って。うん。でも俺が酸素マスク取ったら、あの、俺よりも後の人を死ぬやつじゃなかったっけ？ん？確か。ねえ。あばば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 あばば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 ばチアノール出てるけど大丈夫俺も無能なんだ俺は無能なエンジニアですよろしくお願いしますこれどうやの D 押して直してよいやキーボードの右に表示されてる数字のキーボードを押してから回すから回すだけ あ、ね、あでもやってみよう R 押してぐるぐるなんか変どっちに回すのこれゼロ押して押しながら回すのいやもうあれ大変あそこか停電。うん？うん？いやこんなもんタスク勝利とか無理やろ。なやばい不死小坊に殺される。ごめんな。ずるしたいここに来なかった今。エレベーターの中に殺しすぎやろ。エレベーター好きすぎやろインポスター。エレベーター面白いよ。おい。違うの古子さんこれね俺ら二人がねガス死しただけ。あ、そうなんそのうちの、わしはインポスターやって。発見してよなぁどこやこれ下行ったら見れんのかいや、もう助けええやろ。ちょっと、これ、何言えちょ、これ、ガスマスクってさ、何、どこにあんの？いや、真ん中、上でも下でもどっちでもいいから真ん中にあるよ。真ん中と、まあ、全然、これ？あ、それ。つけないといけないんだ。下は。あー、マジか。殺されすぎです死んでる、インポスター死んでる、インポスター死んでる。誰も釣ってないのになんでゲームが終わんない。あれ確かに。あれインポスターえあインポスター3ケツで死んでる ?1 人。あ、よく気づいた。え、インポスター2人おるこれ。3ケツで死んだんじゃない ?3 ケツで死んだんじゃない ?3 ケツで死んだ。俺がショーケース見てる間に。釣れてないから、本来終わってるけど、だからインポスターが1人残ってるはずなんだけど、釣れてないということは、インポスターが落ちたんじゃない誰か。いや、落ちたみたいなやつはごめんどうしたっていうのが一緒にくれたねえ、インポスターが一人っていう状況じゃないのこれ
頼む。そうか、田中はおかしいよね。じゃなきゃ、じゃあ、決で黒付けたな。で誰か一人死んだと仮定して。まあ、O2 のマスクで多分誰か死んだんじゃないのかなという。そういうことか。で、俺エンジニアだから俺は殺せなくて。その証明、まあできるか。直した。うん、確かに一瞬で直った。一瞬で直ってた。え、じゃあ、マオくんは隠し子だもんね。そうマオくんと、スナピラ？いや、あの、多分藤くんじゃないのかなと思って。いや、でもね、え、違う、どうなんだろう。どうしたの、ダメか。どっかでトワポンって捨てちゃったんだけど、その時にスナさんがちょっと怖いって言ってたな。あ、俺的にも。あれ、フルコンさんはどこで結局見つけたの？あ、そう、フルコンさん、フルニキを見つけたのは、1階のエレベーター2の前です。2の前、セカンド。そうそう、で、その直前にね、その直前に、あの、トワポンと、真央くんと、スナさんと会ってんのよ、俺。あの、セントラルエレクトリカルあたりでね。うんうん。はいはい。それって、あの、トワポンが、真央さんは大きい声出したら笑い取れると思ってるって言って、俺がお笑いイップスになったタイミング。そんなに、そんなに。そうそうそう。そこまで思い詰めてたわ。で、そこから、砂溜めが、あの、大きな武器を奪っとるから、僕。バラストから来る、藤君を。うん、クロスしたんですよ。いやでもバラストから、うん、来るでしょ。だから、うんうん、富士はエレベーターの方に向かってってないん。エレベーターの方から来たってことか。俺だからストレージからロビーの方から待ってったよ。じゃあ近くにおったのがスナさん。逆だと、いや藤くんが今矛盾なことを言ってる気が。え？マオやられるんじゃない？これ。須田さんの一発目のボタンがね、白かったんだよ。あれはね、あの死にたくないボタンだった。ブレイクだ。いや、ブレイクだ。あっちゃでも絶対藤子も。絶対藤子も。誰か押して。バディ伸びよバディ。何も見えへんのか。バディで絶対藤子もだから今から。今停電か。死にたく。ああちょっと私も一人死にないで。砂溜め、君は死ぬぞ。停電のやつ。富士工房を疑った砂溜め、お前は死ぬことになる。砂溜めあんのかい。きっと死ぬことになる。砂溜めは。あ、富士工房だ。おおやった。こっち高いな。あ、でもこれでかいな、そこやれるの。直しに行ければ。うん。弁当はどう繋がってんのこれ。分かれへんわ。あ、結構遠いとこに行くんのか。あ、いた、藤工房。こっち、下、下、下。来い、オッケー。来い、藤。来い。藤。何してん、何してん、何してん、何してん。来い。藤、バグってる。何してん、何してん。めちゃめちゃな。何してん、何してん。なんで今、ちょっと今、一回噛み締めたの？おっちゃんみたいな。俺ね、その、停電直しに行こうとして一回行って一回エレクトリカルの近くでまあスナさんの下発見したんですけど、俺スナさんとしか行動できてなかったというか見てたのスナさんしかいないんですよ。じゃあ加藤じゃん。いや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 。で俺がここで通報してなんかメリットはあるかい。黙ってる男を考えてみ。これっぽくないなんか。静かにしてる男は誰や。いやこれもしかしたら。俺は、あと俺もさ、上にいたのか下にいたのかもよく分かってなかったんだよね。課長のテンションだけど、エレクトリカルの方に向かう道中のエレベーター。さあ、ハッシュタグの準備が必要なのか、マオさん。どうですか ?1 階 ?2 階にいたのか。どうですか、マオさん。ジフさん2階におったの?2 階に。最初出た時に出たんだけど、2階に移動したの。マオ、喋れねんで。マオさん、最初のミーティングルームに3人マオさん、もっと喋る人やで、マオさん。そうそうそう、俺以外のさ、笑ってええやで。大きい声出しや、大きい声。おしゃべりモンスターどうした？おしゃもん。停電になって、あ、喋った。置物かもしれない、もしかしたら。まあ、俺人いたんだけど、2人が多分直しに行ってくれたんだよね。サザメさんと、俺が。ジフさんは直しに行こうとはしなかったの？で、俺さ、そうそう、あのエレベーター2で上に上がってみんないるから怖いし固まって動きたかったのさ。で上行ったら停電になってセントラル抜けてメディカルとかの方やったんだけど
あの右のさエレベーター3か、はい、で下に降りてた。いいやつやな、これ。マオ君エンジニアじゃないっていうことないよな。エレベーターが2だったり3だったりしたけど、さすがにないやろ。お互いお互いにお入れなさい。あ、もうマオ君じゃないでしょ。そうや、そうや、そうや。どっちかに入れます。なるほどね。で、マオ君は富士山に入れようとしてます。今、富士山に入れようとしているので。なんでそうなる？弁解してほしい。3階に。待って待って、だってさ、違う、俺はみんなに会いたかったんだよ。みんなに会いたくてしょうがなくて、震えて。何言うてんの？震えて。西野カナですね。いや、素敵な歌詞。もう全然、議論になってませんね。感情論が今述べられてるんでね。白い歌詞があるじゃん。議論の広がりが出したんやんけ、西野カナ。感情論になってるのかよ。いいのかよ、ってませんね、謝れよ。よかったー。おめでとうございます。すいません、危なかった。富士山、富士山、すいません。どうしたのあれ、ファンクは。ラーリーさんと一緒にエベレタ乗ってたら酸欠になって2人が飛び散る。何だよ、マスク取れよ。そっか、インポスターも死んじゃうのか、あれ。そう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 、ヒラ君もじゃあエレベーターの中でね、そうそう、酸欠が2人になるかねって言った瞬間死んだ。俺もマスク取ったと思ったんだけどね。